2006ワールドベースボールクラシック。2006ワールドベースボールクラシックは野球の世界一決定戦ワールドベースボールクラシック以下 WBC の第1回大会で2006年3月3日から3月20日の間に行われた。この大会では日本代表が優勝を遂げ WBC の初代王者となった MLB 機構によって以下の16カ国 地域が招待された。初開催のため、出場国はすべて初出場である。参加16カ国、地域を各グループ4カ国、地域の4グループに分け、それぞれ3月3日から3月10日まで、総当たりリーグ戦を行い、上位2カ国が第2ラウンドへ進出。A 組のみアメリカでの二次予選の遠征移動の都合上で3月3日から3月5日。 その他の組は3月7日から3月10日に実施。アジアグループは、アサヒビールの特別協賛により、アサヒスーパードライプレゼンツ、ワールドベースボール、クラシックアジアラウンドの名称で開催された。また、大会直前の2月24日から2月26日は、福岡ヤフージャパンドームで、2月28日から3月1日は、東京ドームにて、 日本代表を含むアジアラウンド出場4カ国と日本のプロ野球チーム12球団選抜千葉ロッテマリーンズ読売ジャイアンツなどとの練習試合が行われた A 組と B 組 C 組と D 組のそれぞれ上位2カ国地域が同じ組となりアメリカカリフォルニア州アナハイムのエンゼルスタジアムオブアナハイムと プエルトリコさんフアンのヒラムビーンスタジアムで3月13日から3月15日までの3日間で総当たりリーグ戦を行った。上位2カ国が準決勝進出。第1ラウンドではアメリカがカナダ、日本が韓国に敗れるという波乱があったが、アメリカと日本の準決勝進出が有力視されていた。しかし、韓国代表が三戦全勝で準決勝進出を、 決定した以外は混沌のリーグ戦となった。アメリカは日本に新勝したものの、韓国戦では先発のドントレル・ウィリスが、カナダ戦と同様に、乱調、最終戦のメキシコにも負けて一勝二敗。日本もアメリカ戦、韓国戦と赤敗して一勝二敗。メキシコはアメリカにのみ勝利して、やはり一勝二敗と戦績で3カ国が並んだために、ルールによって、 当該チーム間の失点率最も良かった日本が準決勝進出となった。日本ではアナハイムの奇跡と大きく報じられた。ドミニカ共和国、ベネズエラ、キューバ、プエルトリコという中米の共和国が集合した、いわゆる死のグループとなった。このグループ分けは抽選ではなく、事前に決められていたために批判の的とった。第2ラウンドで各組の1位と2位が、 そのまま3月18日にアメリカのカリフォルニア州サンディエゴにあるペトコパークで準決勝2試合を行った。勝利した日本とキューバが決勝進出となった。日本と韓国は予選リーグから数えて短期間で3度目の対戦となった。対韓国戦に連敗の日本はオーダーに大きく手を加え、これまでリードオフマン1番として起用してきたイチローを3番に末、 先発は、上原浩治と助材王。6回までは、単発のヒットは出るものの両軍ともに無得点と、過去2回の対戦と同様の典型的な投手戦となった。しかし、7回の表、先頭打者の4番、松中信彦が、ライト戦への二塁打を放ち、試合は大きく動いた。ここで韓国は、金日の江健をマウンドに送り、 皇族の田村人志を凡退させた。日本はこれまで完全に抑え込まれていたためにスタメン落ちしていた福留光介を代打として送り出した。福留は期待に応えてライトスタンドへ二点本塁打。近日の江県はこれに動揺したか自打者の小笠原、道広に至急審判により警告を受け、さらに冒頭で一死二塁となったところで、 里崎智也にエンタイトルツーベースを打たれ、三点目を、献上。その後、川崎宗則のセカンドゴロが、新塁打となったものの西。しかし、ここから日本は、宮本真也、西尾勝義、一郎が三連打。打者一順で五点を上げた。八回の表にも、田村のソロ本塁打で、追加点を上げ、日本は上原が七回を無視点。八回は、矢部康彦。 9回には、守護神、大塚明則を導入し、完封リレー。6から0と、完勝で決勝へと駒を進めた。一方の韓国は日本に一時、二時の両ラウンドでは、勝利していたが、まさかの敗戦を喫した。アマチュア軍団と MLB のオールスターが、中南米最強の座を争うことになった。二次予選では、協力打線のドミニカが7の3で勝利を収めているが、 準決勝は予想に反して投手戦となった。キューバは大会当初はリリーフながら無失点の活躍を見せた、ヤデル・マルテを先発に起用。対するドミニカは大黒柱であるバートロコローンが先発。両投手は共に5回まで0点に抑えるが、6回裏、西から2類種、ユリエスキー・グリエルの失策で、ドミニカが先制。しかし、 キューバの抑えの切り札ペドロラソが後続を立ち、逆転に望みをつないだ。コローンは、後頭を続けていたが、指に、血まめができてしまい7回からオダリスペレスに傾投。その7回をもって、キューバは、クリエルが、ナイア・アンダで失塁し、失策、こいつを絡めナイアゴロの間に、同点、さらに主砲をスマニー・ウルティアの敵地だと、アレクセイ・ラミレスの儀比で3から1と逆転に、成功した。 ラソは7回以降もドミニカ打線を封じ、このリードを守り切って、キューバに勝利をもたらした。両軍投手陣の口頭により、打線が寸断される中、追加点の好機を生かせなかったドミニカと、ミスにつけ込んでしたたかに得点を重ねたキューバ。数少ない得点期での攻防が勝敗を分ける結果になった。準決勝で勝利した日本とキューバが決勝戦1試合を行った。 メジャーリーガーが出場する初めての国別対抗の野球世界一決定戦となったが、決勝戦ではメジャーリーガーは日本のイチローと大塚明の2選手のみとなった。試合は10から6で日本が勝利し、初代王者となった。キューバは準決勝のドミニカ共和国戦において、2枚看板とイエル S 級のマルテー、そしてラソがそれぞれ先発。 ロングリリーフで登板したために WBC 特別ルールによって決勝戦には登板できなかった。一方、日本は韓国戦において上原が7回まで抑えて中継陣を温存できたため投手陣に余裕を持たせていた。その投手力の違いは1回表の日本の攻撃から明確に現れた。キューバは日本の内野ンダと死球で一四万塁とされたところで早くも 先発のオルマリ・ロメルを諦めて、ビッショアンドリオ・オデリンに継投。しかし、オデリンも請求が定まらずに死球とデッドボールで2点を献上した。日本は、今江俊明がセンター前への敵地打を放って、さらに2点を追加、初回に一挙4点を挙げた。日本の先発、松坂大輔は1回裏に、先頭打者、エドアルド・パレに、本塁打を浴びたものの、 これで気が引き締まったのか4回までを、この1失点のみに抑え、5奪三振の高騰。日本は5回表にも、一郎の二塁打が唇を切り、ヒット3本と、犠牲番と、犠牲フライで2点を奪った。5回終了時点でキューバは5人もの投手をマウンドに送った。一方、日本も、早めの系統で5回から渡辺俊介をマウンドに送った。実は、 試合開始直前の投球練習で、松坂は首の筋を痛めており、一回表の攻撃が長かったおかげで、その間にマッサージを施してある程度は回復していたものの、コンディションは決して万全ではなかった。このため、渡辺の当板はかなり繰り上げられたものであったという。渡辺は六回裏にエラー絡みで二点を奪われたものの三回零三を高騰した。しかし、 この辺りから準決勝までは軽快な動きを見せていた。川崎が内野ゴロをファンブルするなど、日本の内野陣に緊張が見られるようになった。攻撃面でも6、7、8回は3回連続で三者凡退に終わり、精裁を欠いた。8回裏、キューバの先頭打者に内野安打が出たところで、渡辺は降板、藤田総一が投入された。 藤田は1アウトを取るもののフレデリクセペダに2点本塁打を浴び、スコアは6から5と1点差。ここで、大監督は、抑えの守護神、大塚をマウンドに送った。大塚は、わずか4球で2つのアウトを取り最終回へ。9回の表、日本は途中出場の金城達彦が、エラーで塁に出るもの、の、川崎の送りバントが、キューバの攻守に阻まれて失敗し、1死1塁。 しかし、西尾勝義のセーフティープッシュバントが成功して一死一二塁とした。ここで次の一郎は見事に、ナイト前ヒットを放ち、二塁から川崎が、本塁に突入。保守のタッチをかいくぐり日本は貴重な追加点を得た。詳しくは、神の右手を参照。キューバはこの後、一死二三塁のピンチから松中を敬遠で塁を埋めた。ここで、王監督は、韓国戦で、 代打本塁打を放った福留を打席に送った。福留は今回も期待に応えてタイムリーヒット、日本は2点を追加した。さらに、小笠原の犠牲フライでこの回だけで4点を上げ、勝負はほぼ決まった。その裏、大塚は2塁打、内野安打を打たれて1点を献上するものの、最後は2者連続三振でゲームセット。日本が世界一と、 初代王者の栄冠を勝ち取った。主催者である MLB は当初個人賞を設ける予定がなかったが、決勝当日、最優秀選手賞、MVP と優秀選手賞、12名を設定することを急遽決定した。選考は各国メディア5社の投票によって行われた。この12人の選手は2006年 WBC ベストナインと称されることもある。 ももと2005年3月に国際大会スーパーワールドカップ歌唱が予定されていたが日本野球機構、韓国野球委員会の MLB 機構主催ではなくきちんと大会運営組織を作るべきだなどといった大意見によって1年に延期されたという経緯がある。2006年に WBC が提唱された際も同じ理由をもとに日本、韓国等が当初は反対したが 利益分配率が再検証された結果韓国は参加を決定した。その後も日本野球機構は日本の市場規模に対して利益分配率が低いと反発し続け2005年6月まで大会不参加をちらつかせて競技をしたが MLB 機構が参加の回答期限を2005年6月末と区切ったで今後も大会運営について競技を続けるという方針ながら大筋で 大会参加に同意した野球の国際的な発展を目指すという大義があるとの説明が機構からなされている。さらに、オープン戦が行われている3月の調整時期の開催や保証問題で最後まで大会参加を拒否していた日本プロ野球選手会も NPB 側が出場手当や故障時の年俸保証といった条件を見直して説得したでおれ、 最終的に日本 NPB の大会参加が決定した。第1回大会日本代表チームは基本的にはプロ野球選手を主とした編成とし、監督には福岡ソフトバンクホークス監督兼ゼネラルマネージャー大貞治が就任した。12月5日に MLB 機構はその時点で出場に合意した MLB 所属の177選手を発表した。 ドミニカ共和国代表に、デビット・オルティーズ内野手、ボストン・レッドソックス、アルバート・プホルス内野手、セントルイス・カージナルス、ロビンソン・カノ内野手、ニューヨーク・ヤンキースら29人。オランダは、アンドリュー・ジョーンズ内野手、アトランタ・ブレーブス、プエルトリコは、イヴァン・ロドリゲス・ホシュ、デトロイト・タイガース、ベネズエラは、ヨハン・サンタナ・トーシュ、ミネソタ・ツインズ・ラ・ MLB 各チーム主力の名前が、並んだ。 米国代表には、バリー・ボンズ外野手、サンフランシスコ・ジャイアンツ、ロジャー・クレメンス投手、ニューヨーク・ヤンキースらの他に、オーナーが出場に消極的と伝えられている、ニューヨーク・ヤンキースのデレクジーター・ナイアシュラ42人が名を連ねた。当初は、オーナーの意向によって、参加に消極的なのではと言われていた、ニューヨーク・ヤンキースに所属する前日の主砲のアレックス・ロドリンゲス。 彼の辞退理由は、当初から国籍問題をはじめ、主力選手であるデレク・ジーター、バーニー・ウィリアムス、遺跡初年度のジョニー・デーモンなどが相次いで参加を表明した。MLB 選手会の COO であるジーン・オールザは、不参加を表明した選手に対して、どの選手も参加するかしないかの選択の自由はある。ただ、ノーと答えた選手はこのトーナメントの意味や参加しない。 ことにより引き起こされる結果をしっかり理解していることを望むだけだ。ここにいることもそして彼が得た新しい契約も我々選手会がいなければ起こり得なかった。彼のような選手ならなおさらだと語ったほか、WBC の親善大使を務めるトミーラソーダは広報のため来日した際、松屋井口が目の前にいたら私はこう言うだろう。君たちはここに生まれて教育を受け、 給料をもらっておいて、自分の国に恩返しをしたらどうか、とコメントした。日本チームのキャプテン的存在である一郎が一時、リーグ前の公式会見で、対戦した相手が、向こう30年は日本には手は出せないな、という感じで勝ちたいと思う、という発言をした。これは別に特定の国を意識したわけではなく、大会数ヶ月前から今大会になみなみならぬ、 情熱を見せていた一郎が、その自信のほどを冗談交じりで発言したものであるが、このことが、韓国のマスコミにより、韓国は30年間日本に勝てないというふうに言ったと報道されたため、韓国のファンたちに、挑発的な発言と取られ、韓国の監督も準決勝終了後の記者会見、そのことを認める発言をした。その後3回行われた日本対韓国戦で、 韓国応援団の一郎に対する激しいブーイングや、韓国選手が日本選手を挑発するような行動が再三出現した。その例として、準マサルにおける、テイヨシヒロ、現代の一郎へのボール放り投げ事件、近比の絵県による、小笠原道博へのデッドボールなど。対韓国第2戦敗退後、ベンチで大声を出し、その後のインタビューで、 僕の野球人生最大の屈辱という彼の発言も同じ相手に二度負けたことや全力を尽くしたにもかかわらず準決勝進出が絶望的だったことが主因だったわけだがこれが前期の誤報もあり韓国に対して二度も負けたのが人生最大の屈辱と発言したと韓国ファンに取られて対日感情に拍車をかけ三度目の対戦となる 準決勝前の韓国のスポーツ新聞では一面に日本を30年間泣かせてやるという見出しが出るほど波紋を読んだ。しかし準決勝の結果は日本が勝つという韓国にとっては皮肉な結果となってしまった。第1回大会で日本が優勝し表彰式で金メダルをかけられた王監督はスタンドに向かって両手を上げ挨拶をしてそのまま帰ろうとしていたが 優勝トロフィーを贈呈するバド・セリングコミッションから呼び止められた。セリングコミッショナーはトロフィーを2回ほど軽く叩いてまだこれがあるよという風なジェスチャーをしていた。決勝戦で先発し大会最多となる3勝目を挙げて最優秀選手 MVP に選ばれた松坂は TV のインタビューで MVP 取ったんですけどこれイコールトロフィーの円盤状の飾りも取れちゃったんすね。 この辺がアメリカっぽいですけどと苦笑いしつつ、後で自分でアロンアルファでくっつけて直しますけどと冗談を言って、のけた。その後、東亜合成から実際に松坂にアロンアルファが送られた。なお、アロンアルファとは、東亜合成が製造、販売している瞬間接着剤の商品名である。敗れたキューバ選手たちは、一様に落胆した表情であったが、最後には拍手で、 初代王者を称えた。また何人かのキューバ選手は一郎に記念写真を求め、一郎も笑顔で、それに応えていた。全体的に全評判の低い国々の検討が目立つ大会となった。特にオールアマチュアメンバーで準優勝を飾ったキューバ、リーグ戦で6連勝を記録した韓国、アメリカに競り勝ったメキシコ等の活躍が目立ち、競合国とのレベルの差は、 戦前の予想よりずっと小さいと印象づけた。一方、優勝した日本を含め、強豪国と考えられていた国々は、苦戦が目だった。特に優勝候補とされたアメリカは、第2ラウンドで敗退し、第1ラウンドでもカナダに敗れるなど大会を通じて、不信が滅多。また、準決勝に残った4カ国中、ドミニカ共和国を除くすべての国が、 オリンピックなどの国際大会で好成績を残した実績のある選手を中心としたチーム編成であったことも注目される。第1回大会では各リーグ戦の試合ごとに投手の投球数制限が定められた。この投球数を超えた投手は投球数を超えた時点における打者との対戦を終えた後に強制的に他の投手と交代となった。また、投球回数によって 当番間隔を空ける制限が定められた。この背景には、莫大な年俸を支払う MLB の球団側が、アメリカの保険会社に、大会中の所属選手の故障に関する保償契約を求めた際、投球数の制限がないと、保証はできないと通告された点がある。これに対して、世界一を決める大会に制限は、必要ないと主張する日本が、唯一の反発の声を上げた。 その一方で、この制限が、投資企業や系統策などで、緊張感や戦略性を生じさせ、結果的にはスリリングな試合展開の一助になったと、する声もある。決勝戦では、主力に投手を登板させられなかったキューバと投手を、温存していた日本が明暗を分けた。また、アメリカは投球制限から、 先発投手が長いイニングを投げられないことを見越して、本職の先発投手を3人、クレメンス、PB、ウィリスに絞り込み、それ以外のほとんどを MLB 各球団のセットアッパークローザーで固めた。しかし、先発を極端に絞り込みすぎ、先発の誰かが不調であっても、ロングリリーフをこなせる中継ぎがほとんどいいなため、なかなか降板させることができずに、 傷口を広げても打つ手が後手後手に回る状態に陥った。しかも3人しか先発がいないためローテーションも崩すことができず明らかに不調なウイリスも最後までローテーション通りに先発させる羽目になった。結局アメリカは豪華リリーフ投資軍団が本領を発揮しないまま2次予選で敗退した。失点率とは失点をそのまもったイニング数で割ったもので グループにおける戦績が同じの場合の順位決定方法に当該チーム間の失点率によって決まるとした。しかし、これがグループでの同じ勝敗での順位決定を分かりづらいものにした。例えば、第2ラウンドの一組、アメリカラウンドの2敗だったメキシコは2位で準決勝、進出するためには第3戦のアメリカ戦で、 延長13回までアメリカを無失点に抑えた上で3点以上取って勝利することが必要であった。つまり少なくとも延長13回までアメリカを零点に抑えるとともに自らも意図的に得を取らずかつ高校のため13回以降に3点本塁打または満塁本塁打を打つことが条件であった。これを意図的に達成することは現実的には困難である。しかも 仮に0から0で延長13回裏を迎えたとしても、アメリカが故意に敬遠支給を連発すれば1対0の勝利となってしまい、アメリカがこの条件によって第2ラウンドを突破できる状況にあった場合、メキシコが第2ラウンドを通過できる可能性はなくなる。もっともメキシコも故意支給の場合は空振りを連発して三振をし、アメリカがボークによって 走者を出した場合は守備妨害やベースコーチよる、肉体的援助を濃いに行って走者をアウトにしイニングを次に進めることは可能である。そのため第2回ではダブルイリミネーション方式トーナメント戦が採用され上位ラウンド進出において前述のような分かりづらさはなくなった。キューバ共和国は 大会開催地のアメリカと国交がなく、アメリカ政府が対立するキューバに対して、金融措置を行っているため、WBC の利益分配が、金融措置に違反するという理由により、アメリカ合国財務省の海外資産管理事務所が、キューバ代表チームの入国を拒否した。これより、キューバの WBC 出場が危ぶまれていたが、MLB 機構と選手会はキューバに、 利益分配金が入らないという条件で入りの再申請を行い、また、キューバのカストロ議長も WBC の分配金をアメリカのハリケーン被害者に全額寄付すると表明。こうした各所でのキューバ参加に向けた積極的な動きによって、最終的にはテキサスレンジャーズのオーナーを務めたこともある。 ブッシュ大統領のツールの一声により、財務省もキューバ代表の入国を拒否する理由が失われ、晴れて正式にキューバの参加が可能となった。初期においては、台湾のエントリー名は、台湾とされ、晴天白日、密留地公記がその国旗として表記されていた。しかし、中国からの圧力によって、チャイニーズ台北と表記され、国旗も、逸話機に変更された。 開催国チームが自国の審判団によって判定するシステムにも問題があると言われている。第1回大会では審判が総勢32名配備されているが、そのうちの22名がアメリカ人である。これに対しても日本は WBC 大会本部に意見書を提出し、次回大会2009年に行われる予定の第2回大会では参加するすべての国と 地域から審判や運営委員を派遣することを求め、WBC 大会本部は今後検討するとの回答を示した。またこの大会の審判は当初、MLB の審判で行う予定であったが、プレシーズンのため契約が不成立となり、マイナーリーグの審判を採用することになった。このことも一連のご審査は2とも相まって、問題点として指摘されている。 サッカーのワールドカップの審判員、各国のフィファのトップクラスの審判、活動のチームとも関係のない中立国の人間とは対照的となっている。2> 第2ラウンド A 組初戦での日本アメリカ戦の3の、3の同点で迎えた8回をもて1四万塁の西岡剛の3塁から本塁へのタッチアップが補給より早かったとし、2塁塁審はセーフとしたものの、 バック・マルティネス監督の講義に応じ、球審のボブ・デイビッドソンは、アウトと判定を下して、事実上のダブルプレーとなり三種となった。その後、日本は9回裏にサヨナラアンダを許してしまい、3から4で敗れた。これに対して、テレビ中継を担当した ESPN の番組内でも、アナウンサーや一部の解説者が、球審の判断に疑問を呈した。試合後、王監督は、 記者会見で一番近いところで見ている審判二類類審の座をいくら抗議があったからとはいえ、求心が変えるというのは見たことがありません。審判四人は求心、類審に関係なく同じ権利があると思います。責任を持ってジャッジする立場の人間がしたものをそういう形、求心の独断で変えるということは考えられないと。 判定そのものよりも判定に至る過程を批判した上で特に野球のスターとした国であるアメリカでそういうことがあってはいけないとコメントした。二宮聖順は判定が追った際にバックマルティネス監督がガッツポーズしたシーンを取り入れてアメリカの野球が死んだ日と評した。韓国の朝鮮日報はこの判定に対してアメリカは抗眼無知な詐欺劇を繰り広げたと掲載。 アメリカメディアも、五神との見解を示し、王、ホワット、エーバットコール、なんてひどい判定だと批判した。なお、王は、王監督の名前を、ホワット、エーバットコールは、WBC をもじっている。この問題に関して、日本が提出した質問書に対し、WBC 大会本部は、判定への権限がある主審、九審は、最初から、アウトの判定だったとして、 判定は正当である。つまり、二類類審の判定はそもそも無効であり、球審がアウトを宣告した時点で、初めてタッチアップに対する判定が下ったものと考えるという見解を示した。日本や世界では、正規の第五審と呼ばれている。また、この五審で、初めて WBC が世界中に認知されたという皮肉も聞かれた。第二ラウンド A 組最終試合の3回裏、 メキシコのマリオ・バレンズエラがアメリカの先発ロジャー・クレメンスから放った打球はライトポールに当たった本塁打となるものの前述のボブ・デイビッドソンが二塁打と判定したメキシコのフランシスコ・エストラダ監督らがポールの黄色い塗料が付着したボールを見せ抗議したものの抗議は却下されたこの件に関してメキシコの監督は球場全体が本塁打だ,だと思ったはずだが 審判だけがそう思っていなかった、本塁打を打った選手も、あれ、ポールがフェンスに見えたんだろうとコメントしている。試合はメキシコガニの位置と勝利し、当該チーム間の失点率で、日本の準決勝進出が決定した。開催時期が、世界のプロ野球シーズン開幕前に設定されたため、プレイヤーが怪我をしてしまうとそのシーズンを丸々、損ねかねないという危惧がされている。この件に関しても、 第2回以降の検討項目とされているが、大会終了後に、次回も3月に行う方向で検討していることが発表された。第1回大会には、アメリカ編長のシステムが多々見られた。大会優勝候補とされる中南米、カリブ勢がアメリカと決勝まで当たらないなど不均衡な組み合わせが組まれており、またアメリカは必ず中1日明けての試合で、 日本は連戦の時があった。しかもそれらは抽選等ではなく、主催者の一存で決定されている。このあからさまに、アメリカが決勝まで勝ち上がりやすいよう意図された組み合わせの結果、同一カードが準決勝までに最大で参戦行われるという奇妙な事態が発生している日本対韓国がその例でる。このようなリーグ戦を勝ち上がった者によるトーナメントは、 改めてその時点で抽選を行うか、同一カードが重ならないように、A 組1位対 B 組2位、B 組1位対 A 組2位というようにクロスさせるのが普通である。韓国は一時予選から唯一6勝全勝だったが、日本に準決勝で敗れたため、特に韓国では不満が大きかった。日本は準決勝までに韓国22を含む計3敗していた。ただし、 韓国では準決勝の試合前、それまで2戦2勝していた日本と再戦することを好都合と考える声が大きかったことや、第1ラウンドでの日韓戦は、勝敗に関係なく平等に第2ラウンドに進出できる消化試合であったことも、勘案する必要がある。そもそも、国際野球連盟、i ブ f が主催する i ブ f ワールドカップという大会があるにもかかわらず、 WBC という新たな大会が開催されたのはアイブフワールドカップがプロの参加した真の世界一決める大会となっていなかったためである。これは最大の影響力を持つ団体である MLB 機構が国際野球連盟に参加していなかったことが影響していた。したがって MLB 機構が温度をとってプロの参加した真の世界一を決める大会として WBC が創設されたことは非常に大きな意義を持つ。しかし、MLB 機構が主催したためルールの設定、運営が MLB 主導でなされることとなった。そのため、参加国から不満が噴出することとなった。MLB 機構はかつて2004年のアテネオリンピックに MLB 所属の選手を出場させないことを決定し、その結果、 アメリカのオリンピック地区予選敗退を招いてその責任を問われたことがあった。WBC はその屈辱を晴らし、かつアメリカの野球の実力を世界に知らしめる格好の場となるはずであった。だが結果としてはアメリカ有利のシステムを導入したにもかかわらず、第2ラウンド敗退に終わった。その上、2次予選では審判判判定問題を引き起こして、 大会そのものの信頼性を揺らがせるものとなった。アメリカメディアはこの事態を重く見て、第2回以降の運営を公正化するよう、報道という形で WBC 大会本部に要求した。地上波では日本戦を生中継した。また CS 放送の J スポーツでは全試合を完全生中継した。またテレビの他にも、準決勝、第2試合、日本韓国では、 TBS ラジオ、決勝、日本対キューバでは、日本放送などというように、AM ラジオでも放送された。WBC は、系列外ネットはされていない。また BS 放送や NHK でも放送はない。準決勝、決勝とも、代表チームが進出しなかったアメリカで、取り扱ったのは、ESPN1 局だけで、その放送も NCAA の他のスポーツ中継。 レスリングイコール準決勝時バスケットボール2次予選ノートルダムミシガン大学戦の延長戦イコール決勝時のため試合途中からの放送だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。